白いな、なんか。立ってるな。はい。池さんはフラッシュ勝負をしてさっきまでのさ、さっきまでのちょっとやった時勢いがないですね、派手な感じで言いましたけど、さっきやりそうで、ちょっといや、あの、フラッシュ立てると殴らが立ってましたからね。でもあれですよ、それ隠れたところに何か突っ込めば、なんかそれおこぼれで何か取れちゃうみたいな。ちょっとあの、寝ぼけさんに言われる。あれも沈まった後なんですかね。うん。もういっぱい、朝の時間がちょっとずれちゃったから、あれですよね。準々決勝の時の時間がちょうど、この、餌やりの時間だったら、ね、ったらしくて、それが終わっちゃうと何か、ちょっと気が悪くなるみたいな。50ならではのまさに地元スペシャルって感じですね。じゃないと思いますけど、30キロあるから。あれ前、はい、伊藤夫妻2つ持ってました。それはなかったですか。伊藤さんは持ってあでも結構ね、あの伊藤那穂子さんが勝ったり、雄大が勝ったりで、なんだかんだ言って毎回持って帰ってます。で、出口号もね、持って帰ってたんですよ。結構いい感じにここに。一時期あれですね、伊藤家には米が60キロだったんですよ。ほんまにでかい。一番米は買わなくてもいい。
こういうものだったらしい。すごい。こんなにだってめちゃくちゃ見えないじゃないですか。で結構勝つペースが尋常じゃなかったで、しかも51回来るとあの6勝分だった。ちょっとすごいですね、なんかいい感じの時。東北フィッシングパークの頃までさかのぼるから。今年あのポイントのリーダーが安藤さん、だから安藤さんとコカツとほぼね、結構いい感じにポイントが今日ね、なんか髪がかったっていうか、なんかちょっと降りてきた感じですけど、なんかこうなったんですかね。出ちゃうね。ちょうど、ヨートさんと佐藤さんが一本差一本差で、その後は、ね、佐藤さんが一本差で、ね、やってみようかな。まだまだ。3人がだったって、すごい揉まれちゃった。そうだ、これ並んだ。うん、いい感じ。いい感じ。あ、でも、うん、ちょっと待って。分かんないですね。大体そんなに差はないですね。なんか平たく見えますけど。分かんない。いや。すぐこれは隠れそうですよ。あの向こう側のなんかうわ浮いてますね。ゴミではない。結構大きいですね。こっからなんか人力用機だから。あ、そうですね。なんだろう。でもこれ分かりませんが、多分あっても一本差で。これ抜けたんじゃないですか。
次の手段持っちゃったら、ちょっとまだ平たいですね、これ平たいですね。受けたんだよ、私、話しながら。おぉ、ちょっと今日は、ちょっと。受けたん、今度、反対側の、安藤さんの位置。あ、そうですね。すると、ちょっと。あ、でも、ね、安藤さんと来ました。これ、わかんないですよ、まだ。わかんないですよ、これ。あ、一本で、これ。これはもう釣れそうな雰囲気。そうですね。毎年とかいつも暑いんだよ。暑いですね、ここね、イメージがね。5月です。毎年毛虫がうようよ。気を気をつけながら。が良くて、その後一気にシーンっていう感じだったけど、今年は結構やっぱ曇りで雨を降ったりとかあったので、そうですね、なんか次続いたりとか、ね、現在その風が出てくる人とか、ちょっと試合が良くて、発生が戻ってくる。戦の後半が良かったから、そうですね、一回やっぱ休ませとくとなんか反応が良くなって多分他向こう側に行くと多分待ってれば、そうですね、多分すごく釣れると思うんですけど、分かんない相手さんの変わらへんのかな、前の子は見せてくださいよ、ちょっと安藤さん、どこだ。緑色のどこだ。こは大きい。取れてれば大きい。安藤さん。はい。
入ってんだからね。いや、伊藤さんの方が釣ってるでしょ。真ん中の方を挟んで、真ん中の方から見て、左側の方からお願いします。竹さんがね、なんで、何度も言ってるんですよ。最初のあの爆発力が多分あんまり分からないこういうの引き離す11で、ケさんも目列2人で、コンサー
米本さん、もう一回レンチャン入る。コンサところで回さないんで予選結構回してるんだけど一瞬回してるんですね。今あれですね、着水直後だっただけにちょっとあれかなあるいは下がったそれよくそれでもまだ続く安藤さんと池さんが1本差ぐらいになったんですね。そんな感じですね。そんな感じですね。怖い。根本さん抜けてるから2位と3位の変わりがあるかな。ダブルの4本差。これにはなってない。安藤さんも来ましたね。はい、待てね。これで並んだかなって感じがしますね。池さんと安藤さんが。あ、今抜けましたね。抜けたね。あ、ネオさん止まんないですね。カチカチで、ね、止まれてると。いや、新人これ3年前撮ってるんですよ。池さんもフラッシュを諦めてリプライしました。
お、安藤さん、安藤さんが出てくる。並んだんじゃないかな、ちょっと安藤さん。お、そういうの、池さんも。いやですね。ちょっと、ノーさんはほぼ3人と、お二人が、今はちょっと難しい感じで。残り時間5分です。決勝戦残り時間5分です。あと3分ぐらい、そうですね。多分、行けると思いますけど、ただ、なかなか、ノーさんは、ケーフティーの強みになってます。ノーさんは多分、行けてるんですけど、かなりケーフティーの強みになってます。おお、それで、ちょっと、1時3分目だけど、ちょっとこれはどうですか。池さんの、地元の意地で、名前が出てくる。止まらないですね。もうほぼこれはもうとどめを刺してきた感じですね。今日はこう南道さんと池さんの多分争いですね。おお、池さん今16本ぐらいですね。今16、17行ってますよね。池さん、坂東さんが12か3か。残り時間3分です。ちょっと難しいから、まあ、じっくりもう2位争いで攻めるって話。近さで回転よくっていうのは短かったんだけど、ちょっと難しいところがあったんですけど、運動はもうこれ楽しそうですね。知ってたね。これがあるので、シェリアちゃんがアドバンテージだ。逆転するにあと3本ぐらい連続で取っていかないと、サドン、ようやくサドンの目があるかどうかです。後半あれですね、グラスが向かなかった。ここが池さんと特番だったかな。ここで福田安藤さんが、おお、ナビクラすごいですね。ナビクラでですね。
記憶をあと伸ばしてだけだ。おお、これ安藤さん逆転したかもしれないですね。ちょっとずっと。よく音とかバチャバチャしてる。はい、終了です。見てください。ありがとうございます。